しお願いします。今日はですね、リスナーさんから寄せられたクリスマスのやべえ話とほっこりする話、どっちもゲチパレー感じで今日はご紹介していきたいと思います。では早速いってみよう。はい、ということで今日はですね、クリスマスのやべえ話を今日はクリスマスイブですからご紹介していきたいと思います。で、これ何かというと、僕昨日ツイッターでこんなつぶやきをしました。クリスマスの最高の思い出を教えてください、かっこ反対に散々だったエピソードでも大丈夫でツイートしていろんなエピソードを募集しました。そしたらね、なんとですね200人以上の方からエピソードが加えてきまして、で俺ちょっと見たのよ、やべえ話がいっぱいあったんですよ、やべえ話で、まあ、この動画の撮影でね200人の方のエピソードを語っていきたいんですけど、まあ、それさすがに無理だと。でしかも事前に見てたらさ、リアクションができないじゃないですか。だから今回なんとですね、相方のまーちゃんが事前に僕に寄せられたエピソードを厳選してくれてます。でそれを今から僕は見ていくって感じですね。でまーちゃんにはそのいい方と悪い方を厳選して送ってくれてます。なので今回はいい方を読んだ後に悪い方を読んで、悪い方を読んだ後にいい思い出のやつを読んでみたいな感じで読んでいきます。はい、なのでまあ比べていただければと思います。では早速見ていきましょう。去年のクリスマスに彼女と温泉に行くって言ってサプライズでお泊まりディズニーに行って、その時に彼女が泣きながら抱きついてきたことです。ほっこりほっこりということで、あれ温泉に行くって言ってサプライズディズニーの方がいいのか、まあいいのかいいのか、そっかそっか、そりゃそうか、俺ぶっちゃけお泊まりディズニーより温泉の方が好きだから。そうだよね、でもやっぱりサプライズ系はみんな嬉しいんだろうね。でしかも泣くのよ、女の子の方が。泣かれるってよっぽどのことで、嬉し泣きってそれ立派ないよな。そんなさ、泣いてくれるまでの付き合いしたらもうそれは人生の成功者だよね。うん、終わったがよろしいように、誰がよろしいのか分かんないけど。はい、じゃあ次悪い方読んでいきたいと思います。クリスマスに元彼が私が作った手料理浮気相手と食べてた。で、え？待って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 、これはどういう状況、どういう状況これ。え、クリスマスに元彼が私が作った手料理浮気相手と食べてた。だから23あたりで手料理作ったんかな、でその手料理を浮気相手と食べてた。ゲチパレー、ゲチパレーな、それは。てかもう、その浮気相手ってどんな心情なんだろうね。あのさ、本当に付き合ってる人の手間暇かけて作った料理を食べるってそんだけ味わえない料理ないよ。もう、狂ってんな、これは。これは狂ってましたね。じゃあ次、いい話読んでいきたいと思います。小5の時の話です。1年生からずっと放課後に15人前後のグループで遊んでました。そのリーダー的存在だった好きだった子に集合より早く来てと言われ行きました。ベンチに座って2人でシートしてて、相手がスッてなった時に好きで付き合ってくださいと言われたこと。もうドラマかよ、漫画かよ、映画かよ、なんなんだよこれ。まあまあまあ、あるよねこれ、こういうのね、しりとりで告白しちゃうパターン。けどリアルに存在するそんなこと、なんかいい意味でね震えたったな、いい意味で震えたった。これはこれはね羨ましいですね。ぜひ皆さん、あのしりとりが来て巣が来た時は好きで付き合ってくださいって言ってみてください。じゃあ次、悪い方言っていきたいと思います。当時彼女に必死にサプライズしようとしたら緊張のせいでグダグダになった挙句、気まずい雰囲気のままクリスマスを終え、その1週間後に別れました。その後の元カノのツイート内容が、今度付き合うならサプライズの上手い人がいいでした。くぅうわきつ、待って待って、本当にきついぞ。俺が何より一番きついなって思うのは、その後の元カノのツイート内容っていうところね、直接言われないあたりが結構きついよなこれ。うわー、これはね、この子にね会いたい、これ送ってくれた男性の方に会いたいです。なんかすごい、これはかわいそうだわ、マジで。マジ？皆さん、デートするにあたって緊張することは何もないと思います。はい、なのでもうガツガツ言っていいと思います。もうなんならその方に嫌われるかもしれないぐらい、もうガツガツこう話しちゃっていいと思います。はい、ということで緊張してね、いいことは何もないから。じゃあ次、わ、これはなんだ、すごい文字数制限で別に送ってきた感じですね。じゃあこれ読んでいきたいと思います。去年のクリスマス当日、誰とも遊ぶ約束しなくて一日中ダラダラして、気づいたらもうクリスマスが終わる30分前ぐらいやったから、さすがにこれは寂しすぎると思って、寂しさを紛らわすためにツイッターでクリスマス当日は一歩も外出ず的なことつぶやいたら、クリスマス終わるギリギリの23時50分ぐらいに当時片思いしてた男の子がコンビニでケーキ買って家まで来てくれたこと、今までで一番の寂しますやと思ってたのに、最後の最後でめちゃめちゃ幸せなクリスマスになった思い出があります。あのやっぱ女の子はサプライズ系に弱いんだね。もう思ってもないようなこと来たらもう、うえって嘘でしょみたいな。でもこれね、まあまあサプライズ系がいいんだろうけど、これがもし全然好きでもない人、全然好きでもない人やられたら、この女の子はっ
ってなるよね。何しに来たお前みたいになるし、これ多分この男の子も絶対、あ、こいつ俺のことちょっと好きだなみたいなこと分かってやった感じはまあありますよ。だからもうこれできレースですね。できレース。はい、じゃあ次、悪い方を読んでいきたいと思います。女性の方からのリップですね。ディズニーに行こうって誘ったら、ごめんディズニーは好きじゃないって断られて、それなら仕方ないねって諦めたのに、クリスマスに他の女の子とディズニー行ってました。待って、最後これやめよう、最後これやめようって、なんかもう悲しくなってくるから、なんだ逆にこれもきついな。いやこれさ、男性はもう何なんだろうね。もう多分そっちの方が好きだったんだろうね。その今この子よりもその女の子の方が好きでディズニーに行ってしまったという。今後皆さんもし付き合ってる人にディズニー行こうって言って、ディズニーが好きじゃないって言われたら、この可能性感じましょう。ということで、じゃあいい話です。彼女と待ち合わせていたんですが、2時間待っても来なくてドタキャンかなと思って LINE しても返信来ないし、ちょっと腹立ちながら彼女の家まで行ったら、俺のために手編みでニット作ってくれてて、疲れて寝ちゃってて、起こしたらこれ秘密だったのにって涙目で言ってきたことです。いやこれは、マジ？これ秘密だったのにって涙目で言ってきたことです。W じゃねえよ、うるせえな。羨ましいな、これは。振り落ちが効いてるよね。腹立ちながら行って、で、蓋開けてみたら、そんな可愛い状況はある？マジで漫画じゃないですか。これ今回ね、幸せエピソードの MVP に選ばさせていただきます。おめでとうございます。じゃあ、散々な話の最後をご紹介させていただきたいと思います。好きだった女の子とクリスマスデートしてて、告白しようとしたら、好きな人の話されて、それが幼馴染の親友で、LINE で親友を呼び出して入れ替わりで、そいつとデートさせて次の日に付き合ってた。ドラマチックにしてはくすぎ。散々だけど二人とも今年結婚しました。え？待って待って待って、今年結婚した？待って待って、すごい話だな、これマジでドラマじゃん。いやーこれは辛いな。てかクリスマスデートしてるのにさ、他に好きな人がいるっていう前提でその男性とデートした女の子も女の子だよな。好きでもない人とクリスマス過ごすってありえるの？ありえるの？皆さん、好きでもない人とクリスマス一緒に過ごすってありえるんですか？俺わかんない、もうこの系の世の中がわかんない、俺はもう。でそれが幼馴染の親友で、 LINE で親友に呼び出して入れ替わりでそいつとデートさせて、だからもうすごい状況だね。やった、その好きな女の子でクリスマスデートできるみたいな。で俺は絶対告白するぞって思ったら、好きな人を俺の幼馴染の名前あげられて、でとりあえずその幼馴染に連絡して、入れ替わりで、じゃあ楽しんでこいよ、俺行ってくるから。でそいつが結婚したんでしょ。やば、ケチパラい、マジで。これはこれも今回の残念だったエピソードの MVP に選ばさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。いろんなね、クリスマスのエピソードありますね。なので、まあ、もう大事なのは、もう、今日かもしんないけど、来年でもあるということで、皆さん、来年のクリスマスよかったら皆さん楽しみましょう。ということで、こちらの動画が参考になったらよかったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。で、まあ、チャンネル登録済んでない方がいたら、こちらチャンネル登録のボタンからです。チャンネル登録よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。以上、近所の動画でした。ありがとうございました。今日はご紹介していきたいと思います。なのでね、まあ今日のクリスマス、好きな人と過ごせなかったって人も多いと思うんですけど、来年ですね、次の来年に、かけてみましょう。はい、もう大事なのは、もう今日かもしれないけど来年でもあるということで。